うわ、爬虫類館にゴキブリがいる。どうしよう。ゲット。ほい、オーケー。はい、ここでですね、今回はこのゴキブリ飼育していきたいと思いますが、もう登っちゃったか。もう天井に登っちゃってます。ものすごいスピードで登ります。そう、餌用のデュビアとかレッドローチみたいなゴキブリって壁登れないんですけど、日本のこの黒ゴキブリは壁をね、容易に登れちゃうんですよね。爪を壁に引っ掛けてものすごいスピードで登っちゃうんで、ゴキブリを飼育しようとした時ちょっと大変なんですよね。ちょっと蓋が隙間空いてたら逃げちゃうし、隙間空いてなくてもこうお世話しようと思ってこれ開けた時にすごいスピードでサササササッと逃げられちゃう可能性がある。今はこうやって一匹だからいいですけど、もっと仲間を捕まえてきて2匹3匹とで、こいつらがね繁殖して増えたら本当あっという間に何十匹とかになっちゃいますんで、そうなってくるとちょっとメンテをするときに蓋を開けるだけでも全ての個体に気を配りきれなくてパパッと出ちゃう可能性があります。でもそのゴキブリに逃げられないようにする方法もあります。今回はそれを踏まえてゴキブリの飼い方を皆さんにご紹介したいなと思います。で、ゴキブリに逃げられないようにするには、まあ、要はねこの壁に登られなければいいんですよね。代表的な方法が2つあります。一つはこちら、これ炭酸カルシウムですね。白くてとってもサラサラな粉になってます。これを壁に塗ります。こうなんか適当な容器に入れまして、このままじゃ壁に塗ることができないんで水で溶かします。炭酸カルシウム溶き粉にするわけですね。で、この溶いた炭酸カルシウムを筆かなんかで水槽の登られたくないラインにこう塗っていきます。絵の具みたいだな。塗り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 、ぐるっとね縁を一周するように、ちょっと厚みを持たせて、一筆じゃなくてまあ多く塗れば塗るほどゴキブリが登れないスペースが増えるんでね、こんな感じで塗ります。でちょっと乾くのに時間かかりますんで、これで一回置きます。これ今回水で溶きましたけども、もっと揮発しやすいエタノールとかに溶かしてくっつけると、すぐ乾いてすぐに使用することができます。この炭酸カルシウム、まあ、薬局とかアマゾンとかで購入することができて、この一袋この分量 500g で800円ぐらいで購入できました。はい、こんな感じでやっぱり炭酸カルシウムがついてるところから上は登れません。ここから先は行けません。落っこちちゃいます。うん、ものすごい勢いで壁まで登りますが、それ以上上には行けません。ゴキブリが壁を登れなくなる理由の説明には、ゴキブリが壁に登れる理由の説明が必要になりますね。その秘密はゴキブリの足にあります。これはゴキブリの足のアップなんですけども、この足にある触板と爪の間にある爪間板という器官が吸盤のような器官で壁に張り付くことができるようになっています。で、逆にこの吸盤のような器官に壁に張り付くことができないように細かい粉をつけてあげたり、吸盤が滑るようなものをつけてあげればゴキブリが張り付くことができず壁に登れなくなるというわけですね。その細かい粉の、まあ、ゴキブリに無害で手軽なものが炭酸カルシウムというわけです。マダガスカルゴキブリも登れません。普通のね、日本の黒ゴキブリなんかよりも爪間板や触板が発達しているかなり登る能力の高いマダガスカルゴキブリですが、炭酸カルシウムの壁を突破して登ることはできません。はい、登ろうとしてるけど滑っちゃってますね。はい、これ以上は進めません。手が滑っちゃってます。もう一回手に炭酸カルシウムがつくとね、
炭酸カルシウムがかかってる壁じゃなくても登りづらいみたいです。まあ吸盤付きの商品を買うとさ、よくくっつける前によく掃除してから、ホコリがつかないようにしてからつけてくださいみたいな説明書きあるじゃないですか。それと同じ理論ですよね。ちっちゃい粉がついた壁には吸盤はくっつけないというわけです。もう手が引っかからないでワキワキしてますね。ずっとちょっとずつこうやって触れることでね、これ炭酸カルシウムの粉がもう出てるのが分かるかなと思うんですけども、ちょっとずつは削れていくんで、これをね過信してたらもう削れまくっちゃってなくなって登れるようになっちゃうこともありますんで、定期的に塗り直しは必要になります。ゴキブリもバカじゃないんでね、炭酸カルシウムがついちゃって壁にくっつけなくなった足はちょっと舐め取ってきれいにして、また壁にくっつくことができるようにしていますね。すごいですよね。ちゃんと足がくっつかなくなったらこうするっていうのが分かってるんですね。もう一つの方法がこちら、ワセリンですね。これもうアマゾンでね670いくらとかで売ってた安い白色ワセリンです。こちらも同じようにこのケージの中に、上の方の登られたくない場所の内側にこう塗る。はい、これでもうゴキブリ登れなくなっちゃいます。早速ゴキブリ入れてみましょうか。ほい、はい、見てください、このワセリンの壁に来ましたが、ここから先には行けません、ほら登ってみろ、ほらこのワセリンが塗ってあるところから先は行けないんですね、ゴキブリは。登れません。うい、うい、えっ、一回止めよう。ちょっとここはね厚みが足んなかったかな。もうちょっと分厚く幅広く塗りましょう。ちょっと塗りがね甘かったかな。もっと贅沢に塗ろう。やっぱ体がちょっと大きくて勢いもあるんで、もうちょっと幅広く塗らなきゃダメだったですね。もっとちっちゃいゴキブリだったら防げたでしょうけど。よし、これなら大丈夫でしょう。ほら、登ってみろ。ワセリンから上には登れません。これもまあ炭酸カルシウムと同じ理屈で、相関板の吸盤がうまく機能しないからですね。このワセリンから先はやっぱりこいつも登れません。逃げたそうにしてるけど、壁を登るね、さまざまなゴキブリに使うことができます。登ろうとしてるけど登れないね、それ以上は。足が滑っちゃってますね。ほらワセリンでぐにょーって、やっぱりこうやって足で滑って足の跡がついてるんで、その分ワセリンが削れてはいるんでね、永遠に持つわけじゃないですね。ずっと削られ続けたら、そのうち登れるようになってしまうんで、炭酸カルシウムよりは寿命は長いですけども、
定期的に塗り直してあげる必要はあります。だからこのワセリンもね、炭酸カルシウムも過信しすぎないで、これ塗ってるから絶対脱走できないっしょって蓋しないとかはありえないですからね。これをした上で蓋をして、蓋まで登られない方法として活用してください。こちらの炭酸カルシウムとワセリン、それぞれ一長一短あります。値段はねほとんど同じぐらいなんですけども、この炭酸カルシウムの方はちょっとね触ったりすると落ちやすい、取れちゃいやすいんですよね。ゴキブリが触ってもこっちの方が取れやすいと思うので、ワセリンよりも頻繁に塗り直しが必要です。その分逆にゴキブリの飼育をやめるときにこのケージを掃除しようと思ったら掃除はしやすいですね。逆にこのワセリンはまあ取れづらい、ゴキブリが触ってもあんまり塗り直しが頻繁に必要じゃないんですけども、ゴキブリの飼育やめようと思ったときに掃除がしづらい。炭酸カルシウムの場合はもうこうやって水場でちょっとスポンジでこすればあっという間に落ちてくれるんですけど、ほらワセリンって要は油なんで、こうやって水で流そうと思っても流れないですよね。全然残ったまんま油汚れなんで、この食器用洗剤とか使っちゃってゴシゴシすればまあ比較的落ちやすいかな。まあだいたいいい感じかな。それでもやっぱちょっと一発で完全にヌメヌメがなくなるとは言えないですね。まあ、こんな感じにして炭酸カルシウムかワセリンを使って登れないケージを作ってあげて、やっぱりゴキブリね隠れるのが好きな生き物なんで隠れ家を用意してあげて、で餌はねまあ適当な生き物のこういう餌とかをこう取り出して。ちょっと細かく砕きながら入れといてあげれば勝手に食べます。水分補給もね水入れ入れてあげるっていうのもありなんですけど、昆虫ゼリーで十分です。こういうの入れとけば OK。 まあ昆虫ゼリーだとねすぐ食べてなくなっちゃうかもしれないんで、その小動物用の水入れとかを使ってそのままにしとくとゴキブリがこの中入って溺死しちゃうんで、このスポンジとか入れてあげてここに入れておけば、まあ昆虫ゼリーよりも長持ちしてずっと吸水してくれる水入れになります。こんな感じでゴキブリは飼育できちゃいますね。ゴキブリね、まあ、パッと見で結構気持ち悪いかもしれないんですけども、よく観察すると面白い部分もあったりするかもしれませんので、もし飼いたいという人がいたらこんな感じで飼育してみるといいと思います。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。